今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気でーす。はい、元気です。そういうのに夏休みの方もね、きっと多いと思うので、あ、今そうか、海外行ってきたよっていうことでお土産いただくことも多いんじゃないかなと、まあ、もちろんご自身が買ってくる場合もあると思うんですけど、海外土産といえば何が思い浮かびますか。海外土産はね、困った時のチョコレートだね。もうグアムに行ってるのにハワイのチョコレートとかも売ってたりするからね。美味しいですし、これは結構あるけど、まあ悩みますよね。悩みますね、はい、なんかいただくので多いのだと、なんか、うん、磁石とか、磁石キーホルダー、磁石、アイラブグアムとか、アイラブグアムとか、書いてあるやつとか、石鹸とかも結構女子だと思う。ありますね、ボディークリームとか、ハンドクリームとか、いい匂いなんですよね。それでどんだけ大切な人方が分かったりするんだよね。何の話か、どうなの。今回はですね、はい、東京土産にフィーチャーしまして、うん、40年前から東京土産として人形焼きの製造販売を行っています。こちらの企業さんです。土産、それはその場所の思いやあなたの思いを大切な人に伝えるもの。そんな思いを形として作り上げる企業がここにある。株式会社松栄。江戸祭り人形焼きなどお菓子の東京土産を製造販売する株式会社松栄。定番土産以外で力を入れているのが、さまざまな目的に合わせて発注を受けて作るオリジナルお菓子。製造だけでなく、企画からデザイン、陳列、販売まで総合プロデュース。海外への進出も図り、今熱く発展を続けている。そんな松栄の代表取締役森宗則に、傾きかけていた会社を再生させた道のりや営業戦略の秘策など話を聞いた。早速なんですけど、せっかくお持ちいただいたので、いただいても。あ、もうぜひぜひ。いいですか。お願いいたします。今日はそういうところから始まる。そうです、素晴らしい。どうぞ。目の前でこう初めて食べていただくので。あの、緊張しますね。たくさん食べてます。あ、生地も柔らかい。あ、それが弊社の特徴になります。あ、生地が柔らかいって。まあ、しっとりしてるね。本当ですね、しっとり柔らかく、あんこもぎっしり、はい、うん、おいしい。あ、いいね、なんかで、ここにコーヒーがないのがまた不思議なぐらいでね。コーヒーじゃない、お茶か。お茶ですね、はい、これね。あ、はい、進めてください。あの、人形焼き以外にもいろいろ手掛けてらっしゃるんですよね。そうですね、あの、やはり東京で商売させていただいてるんで、いろんなキャラクターの権利のお話ですとか、はい、あといろんなテレビ局さんのお菓子を作ってくださいだとか、そういったオリジナルのお菓子を製造企画もさせていただいております。だっていろんな、例えばサッカーチームだったらこうだとか、こういう業者さんだったらこういうものが欲しいんだっていう、それにアジャストしていくわけですね。そういうイメージっていうブランドの、そんな感じです。そうですよね、楽しいね。ねえ、ですよね。例えば、あの、テレビ局さんの朝のニュース番組のお菓子を考えてくださいっていうご依頼が仮に来たとするならば、じゃあキャンディーで、じゃあ普通のキャンディーでは面白くないんで、例えば味はカフェオレの朝をイメージするような味にしましょうだとか、そういったところからご提案させていただいております。これ始まりはやっぱりこの人形焼きからだったんですか。そうですね、はあ、お父様の代から人形焼きも手掛けてらっしゃったんですか。そうですね、ただ、父がすごかったのは、あの、父は、あの、昭和10年生まれの、80歳になるんですけども、はい、23歳の時かな、東京に上京してきて、最初、あの、彼は静岡出身なんで、わさび漬けを作ることを、まあ、自分でノウハウを持ってたらしく、で、東京に来てわさび漬けを作って、そのキオスクですとか百貨店の地下で売ってたのが始まりだったんですけども。すごいね。そうですね、静岡がそうか、わさびか、わさび漬けだ。そうなんですね。ただそれでうまいもんね、やはりずっとそのわさび漬けで商売してたんですけども、まあ、新幹線が通るようになり、飛行機が発達するようになり、東京土産じゃないよねと、わさび漬けは静岡土産だよねと、はい、だんだん価値が下がってきてしまったみたいなんですよね、わさび漬け自体の。
なんでじゃあ新しいものを開発しないとこのままではダメだということで、父が約40年前ぐらいですかね、うん、その人形焼きというのに着眼し、じゃあそれをお土産として販売しようっていうになったのがこのスタートになります。へー、一つの発想なんだよね、うん、なんで人形焼きになったのかなっていう、はい、不思議ですよね。実際にお父様から会社継がれて大変だったこととかってありますか？あ、もういろいろですね。いろいろ。ちょっと私が大学卒業してからちょっと外、商社の方に就職させていただくことができたんで、うん、で、まあ、27、28の頃から父の会社に戻る、継ぐのか継がないのかって話になって、うん、まあ、じゃあ継ぎますっていう形で入った時に、まあ、ちょっと内部事情、財務諸表とかいろいろ見させていただくと、まあ、正直言うといつ飛んじゃってももしかしたらっていうような会社状況だったんですね。で、社員教育ももちろん父が一匹あなんていうんですか、あの裸の王様的にもなってしまってて、はい、で社員教育もされてないし、まあひどい状態だったわけですよ。そうするとやはりこれから背負う私としてどうしたらいいかがわからない、このまま背負い続けて、はい、そのまま一緒に共倒れしては困ることになるんで、私がちょっと松栄っていう名前でちょっと別会社を実は作ってしまったんですよ。そうなんですね。で、父の会社は父の会社でもちろん守りつつも、うん、私は別会社を作って、はい、父の会社で作った商品を私が買い上げて、で販路にあの、はい、販売先さんに売っていくっていうシステムに変えてですね、でその間に父の会社を事業再生させてったっていう経緯なんですけども。はあ、なるほど、ね、ちょっと複雑なことをやったんですけどもね。まあ、それで何年もかかって手応えを得るわけですか？そうですね、5年ぐらいかかりましたね。最初はもう本当にもうちょっとこういう話していいのかわからないですけど、はい、血尿が出る日々もありましたね。やっぱり精神的なストレスですかね、はい、まあ、肉体的にも大変だろうけども、はい、ね、私も大学で体育会だったんですけど、はい、そこまで疲れたことなかったですよね。やっぱりストレスなんだ。そうですね、体育会系だから、まだ日にも焼けてないですよね。もう人形焼きかなっていう感じ。ただ僕より焼けてられますもんね。恥ずかしい。いや、とんでもないです。かっこいいですよ、かっこいいですよ。実際働いてる方っていうのはすんなりついてきてくださったんですか？いや、もうそれはもう反抗する方も多かったですし、うん、正直辞めていく方ももちろんいましたし、うん、でも事業を守るためにはそこを曲げてはいけないんで、もうしょうがない、辞めていただく方はもうしょうがないっていう形で、でついてきていただく方に対してどうやってそのなんて言ったらいいんですかね、目的を持ってやっぱ仕事をしてなかったんですよね。はいはい。なんでやらされてる感がすごい感じたんで、全て一つ一つの作業、一つ一つの営業、全部の仕事にゴールがある、必ずやってる目的があるってことを全ての仕事に対して教えてあげて、うん、そしたらだん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 その目的があって今の現状があって、そのギャップ、うん、課題をどうやって埋めていくんだっていうふうに社員たち自ら動いてくれるようになっていったっていうのが、うちが事業再生した一番の経緯かなと思いますけども、はい、もう意識が変わっていくんだよね、はい、ちっちゃい今日常のちっちゃなことから意識が変わっていく、何に携わってるかっていうことがはっきりしてきますもんね。そうですね、はい。ちなみにこの人形焼きの味ですとか、何でしょう、形とかっていうのはずっと変わらずなんですか、お父様から？そうですね、そこはもう父のもうポリシーを守っております。あ、そうなんですね、はい、そうですか、はい、通常やはりこういう観光のお土産菓子って日持ちがするっていうと、うん、先ほどからキーワードみたいになってるあのしっとり感っていうのは実はないんですよね。パサパサ感っていうのが出てきてしまうんですけども。あ、そうかそうか。そこをやはり父が技術開発してですね、しっとり感のある生地に対してまずこだわりを持って、であんこっていうのは正直言っちゃうと、はあ、北海道産使いますとかそういう大豆の素材をよくすればグレード上がっていくじゃないですか、うんうん、そうすると差別化するのは生地だろうっていうところに目をつけてですね、へえ、で生地に対してこだわっていったっていうのがこの江戸祭りになります。はあ、お父様はもう本当にそのこういう言い方が正しいか職人なんですね、多分ね。そうですね、はい、その組織がなんだかんだよりもこれはどうすんだこうすんだってこの物を作り出す、はい、本当の職人なんですよね。まさしくそうですね。やっぱり国内でのなんて言うんでしょう、販売が中心ですか？そうですね、まずは、はい、あの羽田空港ですとか、はい、成田空港、東京駅、上野駅とか、はい、あとはあの高速道路のサービスエリア、うん、あ、この辺の近くでしたら幕張ですとか酒々井ですとか、あともちろん海老名とかそういう大きなサービスエリアでも販売していただいております。はい。
置いてくれと言ってそれを貸していただこうって言ってすぐ貸していただけるもんじゃないですよね、そういう場所にはね、はい、これがハードル高いですね。そこがあの社長が、あの森様がやったんでしょう、いろいろ。いや、そうですね、そこですよね、はい、頑張らさせていただきました。職人はいました、ただ、うん、じゃあそこでどうやって販路に乗せるんだって言ったら、はい、大変なことですよね、はい、それはもう営業力ですか。そうですね、そこはちょっとあの学生時代に鍛えた合同コンパの話術でここに一団結しないでください。体育会系はそれしかありませんからつってもね、なかなかそういう時間もないんだよ本当はね。じゃあのそのトーク力を生かして今は国内だけじゃなくて海外でも。あ、そうですね、はい、あの私がその会社立ち上げた頃に、あの、まあ、商社にもいたっていうのはあったんで、はい、あの成田空港で販売している弊社の商品を、はい、まあ、スーツケースいっぱい入れてですね、ゴロゴロ引き下げてで台湾に行って、はい、で台湾の三越さんのバイヤーさんのどんどんどんって行ってですね、で免税店でこういったお菓子が売れてますと、で台湾から日本に来ていただくお客さんっていうのは、まあ、富裕層の方ですと、うん、っていうことはあの台湾三越に普段お客さんって来てる方が日本に来てるはずですと、でそうするとその人たちは日本に来てうちのお菓子を見てるはずです、はい、なんで台湾でも売りませんかみたいな、うん、営業をさせていただいて、面白いねっていうことになって、一回日本祭事典ってのがあるんですね、日本の商品、なんかまあ陶磁器だとかいろいろ日本の物産展みたいな、あ、なるほど、そこの中の一つとしてじゃあ売ってみなさいっていうチャンスを与えていただきまして、飛び込みで行って、はい、でそこでまあやってみたらそのブースの中で1位の売り上げを取らさせていただいた。すごい、いろんなものある中でお菓子が、そうですね、いいな、夢があっていいよね、お菓子って。お客さんが喜んでいただける姿を想像しやすいですよね。でいろんなその会社にあったオリジナルも作り出したり、はい、こういう形のお菓子を作り出したり、またこういう形のお菓子を作り出したりするわけでしょ、はい、これはね、なんか面白いですね、想像力が。ありがとうございます。なんかこーっとくるね。ちょっとクリエイティブな部分も出てくるはい。最後になりますが、うん、森さんの格言をお願いします。私はもうそういういろいろな事業再生とかいろいろやらさせていただいた中で、やってみないとわからない、やったことしか残らない、うん、で最近ちょっとあの林先生でしたっけ、あの塾の講師の、はい、でそれはいつ今でしょうっていうところですね。あ、そこ強引にくっつけてきたわけですね、はいはい、やるのは伸ばしたらしょうがないと、やるのはもう本当すぐやっていきましょうっていうところですね。いいんだよ、それがなかなか行動力が伴わなくてすぐ動き出せないっていうのが俺なんだよね。いろいろここの中でもよもよしてるのがあるんだけど、そうなりますよね。やっぱり今ですか。今です、もう今やるしかない。もうそれでもう毎日こう動いてるわけですね、はい、いろんなものがね、いやでも夢があって素敵だね、なんかいいね、ありがとうございます。遊び心が絶対必要な仕事だし、はい、かといってみんなに喜ばれるんだから、いや本当に今後も期待しております。ありがとうございます。ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、最近この感じで、あ、こう読むんだ、なんて可愛いっていうキラキラネームって俗に言われるもの増えてるじゃないですか、はい、あ、私先日、名前大事だよね。そうなんですよね、うん、お仕事でお会いした方女性だったんですけど、うん、月って感じで書いて、はい、ルナさんってお読みして。素敵ですね、可愛い、いいなと思って。女の方です、はい、いいなと思ったんですけど、何かキラキラネームこれ生まれ変わったらつけてほしいっていうのあります？何かあるかな。生まれ変わった、いや事務所の名前をつけるときにも、あのフランス語でどうやってつけようかっつってね、うん、悩んで、アーブルみたいな日本読みにするとアーブルっていう、じゃあ樹木って木ってどういう言い方するんだってフランス語を持ってきたりしたけどね、うんうん、あ、いいですね。あ、ちょっとね、自分のやっぱり海外の言葉を当て込むっていうのもいいですね、思い入れがあるね、うんうん、あ、
そうですね、思い入れがあるか、思い入れがあるか、私もうチンジャオロースしか出てこないんですよ。チンジャオロースはやばいな。私じゃあ斉藤チンジャオロースになればいいですか。もう綾乃ちゃんのお母様、こういう綾乃っていう素晴らしい名前つけていらっしゃる限り語ることはいつもチンジャオロースでございます。はい、ありがたいです。ありがたいですね。ありがたいですね。ということで気を取り直して続いてご紹介する企業様なんですけれども、世界中に安全なエネルギーと食料を提供することを目標にし、なんと会社のネーミングにしたというこちらの企業様をご紹介します。どうぞ。少年の頃より自称新エネルギーマニアとして再生可能エネルギーに興味を持ち、今日本のエネルギーシステムを大きく動かそうとする男がここにいる。株式会社アーベイン代表取締役谷口博一。太陽光発電所の企画と販売を行うアーベイン、再生可能エネルギーのさらなる普及を進めるため太陽光発電村という任意団体を設立。さまざまな分野の専門家や投資家などをネットワークで結びつけ情報交換を行っている。今回谷口に太陽光発電の現状とこれから経済性などについて話を聞いた。運営している団体があるとお伺いしたんですけども、はい、そうですね、太陽光発電村という団体を作ってます。はい、私のような、企業ですね、メーカーさんとか施工屋さんとか、あとは実際の投資家さんとか、あと不動産屋さんなんか集まってきますし、とにかく日本に太陽光発電所を増やしたいとか増やそうとして動いてる人だったらもう誰でも集まってくださいっていう団体を作ってます。だいたい1000人ぐらいの人がいて、今全国に11箇所に支部を作って、そこでそれぞれ活動をしてます。流行ってきてるって言ったらこれは失言でしょうか。はい、そのみんなやる方がだいぶ根付いてきたっていう感じがするんですけども、はい、今政府のルールがだいぶ厳しくなってしまって、なんか下火みたいに言われるんですけども、数は順調に増えてます。順調になんか増えてる、そうか、下火みたいに言われるのか。イメージはね、政府がちょっとあれだった。ただ日本国内だけの話で、世界中で見るとやっぱりものすごい勢いで増えてますので、昨日もちょうどたまたまですけど、インドで原発10基分ぐらいのですね、巨大な太陽光発電所 の、はい、計画が契約がなされたなんて話もありましたし、どん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 日本が遅れ始めてますね最近は。僕ら海外に行くと、何年前かの南アフリカのワールドカップ行った時もソーラーのあれがもう高速の横にズワーッと並んでたり、あらこれこういうことなのかみたいな。いい投資になりますか。なりますね。今だいたい政府がですね、もともとはこの、固定価格買取制度っていう制度を始めた時に、投資に対する利益率 IRR っていうんですけど 6% を基準に決めてるんですね。だから普通にやれば 6% 儲かりますよっていう基準で始めたんですよ。今年ちょっと下がってそれが 5.何% かなったんですけど、お金入れればですね、大体今20年でお金的には2倍ぐらいにはなるんですね。2倍ぐらい、でもそれより注目していただきたいのが、太陽光発電所を1個作るのに大体ドラム缶でですね、原油160本分ぐらいのエネルギーが必要なんですよ。で10年間でそれ10倍にして取り返せるんですよ。だから発電所を作ったエネルギーで発電所を作ると、どん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 その日本にエネルギーが溢れるっていう理論上はですね、そういう計算ができるので、そういう意味でやっぱり進めていきたいなと思ってます。危なくないエネルギーっていうかね、そういう安全なのは確かにメリットの一つなんですけど、危険安全でいうと危険じゃないっていう理屈が出ちゃうじゃないですか。長期的に見て増えるもんなんだから、個人の懐としては大して増えないかもしれないけど、国としてですね、ここに投資しておけば必ず儲かるというか国益にかなう、エネルギーを増やせるっていう、そうか、国益にね、そうか、国の全体のエネルギーの、そうか、量が変わるっていうところだからいいんですね。そもそも谷口さんは、新エネルギーマニア、ということなんですが、これはとにかく再生可能エネルギーが大好きなんですね。太陽光発電10歳の頃からやりたかったんですよ。10歳の頃の小学校の先生が、1限から6限まで、戦争のひどさとか、そこはいいですよ、で原爆投下のその朝日グラフを全員に回せて見せるんですね。1日じゃなくてもう何日かにわたって、
でもその時に思ったのが、うん、じゃあなんで戦争って起こるんだろうと思って、うんうん、調べていった時に、まあ、大体エネルギーの奪い合いだっていうのがあって、うん、その頃にその経済産業省がサンシャイン計画の話とか、うん、そのあたりでやっぱり太陽光発電所をじゃあサハラ砂漠にドーンと作って、うん、そのエネルギーを全部水素に変えて日本に持っていこうって計画があったんですね昔。水素、はい、でそこですごくこう興味を持って太陽光発電をじゃあ研究しようと思って大学院で行ったんですけど、うん、そこからはやっぱりその研究開発で何かその太陽光発電とかその辺が止まってるんじゃないなっていうのはなんとなく分かってきたんで、うんうん、6年ぐらい企画営業やってたんですね。それこそアルブレックスのスタジアム行くと、はい、ビール飲むとあれ紙コップじゃなくてプラスチックのコップ で、はい、で飲んでコップ返すと100円返ってくるんですよ。ゴミが出ない仕組みをスタジアムの中はそうなってるんですか、ね、はい、ああなるほど。それ企画したのは私なんですよ。あそうですか、はい、はい、普通は紙コップですもんね。そうですね、ゴミを当時で7割ぐらい減らしたんですよね、うん、スタジアムに出るゴミを。はい、そういう仕事なんかやってたんですけど、そこからまた研究開発の道に誘われて、はい、もう6年やった後メガソーラーを企画の仕事をやって、はい、やっぱりエネルギーなんですね、いろんな。そうです、ね、もうエネルギーバカなんですね。あだからこの前もドイツ行って、はい、再生可能エネルギーで200ドイツはすごいっすよね、そういうとこね。ビルトポルツリートって再エネだけでエネルギー自給率 250% の街があるんですよね。へでそれでもうエネルギーの街、はい、エネルギーで潤って、で観光客でも潤って、ものすごいいい暮らししてるんですよ。いい暮らしってもなんて言うんでしょう、ポルシェ走らせてみたいなんじゃなくて、すごくゆとりのある優雅な暮らし、日常的なも素晴らしい、うん、あいろんなエネルギーがあるんですね。そうですね、はい、太陽光もそうだけど他にその風力、水力、地熱とバイオマスだとか、はい、まあ、その5点が今日本で再生可能エネルギーって言われてるもんですけど、はい、いろんなものをね安全なエネルギーでこう賄いたいですよね。そうですね、原子力みたいにああいう問題になっちゃうと、うんうん、でも原子力はその危険性ばっかりが言われるんですけど、言われるんですよね、最終的に儲からないっていうのが一番の問題で、 なるほど、あれ10万年分子孫から借金してるだけなんですよ。10万年分、はい、保管10万年しなきゃいけないんで、ね、10万年かかるんですか、はい、ねえ俺でも9万年しか生きないからね結構いきますね。いやいや絶対それ人間の限界超えてるんで、超えてるか、超えてるか、びっくりした。そうか多分私が予想するのは、うん、今日本まあ、日中韓がまあメインでやろうとしてますけど、はい、そのうち世界中からですね怒られて仕方なくやめるっていう方向になると思うんですよね。あなるほどね、うん、再エネが、まあ、特にヨーロッパ中心に再エネがどんどん盛り上がってるじゃないですか、うん、で彼らはその未来への投資を今やってるわけですよ、うん、で今ヨーロッパはね、で、はい、日本はその未来から借金をして原発を増やそうとしてる、うん、それで経済的に優位に立ったところで、じゃあお前らずるしてるだけだろうって言って世界に迷惑かけてって言って、ね、どんなそれこそ二酸化炭素の排出量の規制じゃないですけど、はい、どんな規制かけられるか分かんないですよね、はい、うん、やっぱりそのフェアじゃないことっていうのは最終的に返ってきちゃいますから、返ってきますよね。どんなに国内だけ騙しても世界は騙せないですから、ね、危ないと思います、そういう意味で。ここで今後の目標も教えていただけますか、はい、目標ですか、ね、表に出ちゃってるね目標が、ね、まあ、とりあえず最近ずっと太陽光発電を無限大に増やせばいいって思ったんですけど、とにかく最近言ってるのは国内の再生可能エネルギー自給率を、まあ、今政府で20とかって言ってるんですけど、僕たちは200にしようって言ってるんですよ。200、200% って、今今ある電力を賄うだけの電気を作ったところで、今と同じ生活、今と同じ産業が待ってるだけじゃないですか。でもそれ 100% 余らせたらそれ輸出してもいいし、それを形を変えて新しい品物を作ってもいいんですよね。だから電力が余る、エネルギーが余る時って新しい産業が起こる時なんですよ。あそうですか、だからそうだよね、僕は大正の頃に、水力発電所を作って、その水力発電所が、発電量の割に周りに需要がなかったと、いうので、まあ、肥料の工場を作ったりアルミの製錬工場を作ったりって言って、まあ、新しい産業が起こってくると、はい、いう話にもなるんですよね。何かに使おうとするからね。だから今も
まあ、電力会社の方で太陽光発電で電力作りすぎたら買い取りませんよってやっちゃってるんですけど、 あれも減炭と同じぐらい、あの農業で田んぼの減炭と同じような感じで無駄な政策だと思うんですね。米の作りすぎとか余っちゃってとか、はいはい、あそれはないよね。でも余ったら余ったなりで、じゃあ余ったものを活用する方法にお金をかければいいだけで、はい、そしたら新しいものが生まれるんじゃないですか。それをじゃあもう買い取りませんって防ぐだけだったら何にも生まれないんですよね。そうなんだよな、うん、捨てて終わりだとか横に置いといて終わっちゃうわけですからね、何にも生まれないですよね。だからもう再生可能エネルギーで 200% って、まあ、すごく馬鹿げた目標みたいに思えるかもしれないですけど、数字積み上げていくとできない数字じゃないんですよね。もう太陽光も風力も水力も全部合わせれば、あすごいね。なんか頭の中がやっぱり違うジャンルで動いてる方だなと思って、めっちゃ面白いね、話がね。そうですね、あそうかみたいな、これは無駄にエネルギーが余ってるなと今自分で確信したね。これをどういうふうに使うしかないなっていうね。新しい産業がじゃあ生まれる、新しい産業を生まなきゃね、自分が壊れちゃいそうな感じがしますよ。あでもそういうもんですね。でもね、最後になりますが谷口さんの格言をお願いします。エネルギーは増やせると、はいいうことをやっぱり広めていきたいですね。うん、先ほど申し上げたように太陽光発電もエネルギーを10倍以上に増やせますから、弱々しいエネルギーじゃなくて再生可能エネルギーっていうのは強い、これから進めていかなきゃいけないエネルギーなんです、ね、そういう意味で。だから今はもうお金、費用対効果ってすごく簡単な言葉で言いますけど、それを5年10年のスパンで考えちゃダメですよね。やっぱり自分の孫ひ孫も数えられないぐらいの末代のことまで考えて、じゃあ一番お金的にも環境的にも何がいいかっていう観点で、この日本の社会っていうのをですね、フェアな形で育てていく、まあ、手助けができればなと思ってます。いやありがたいね、本当に。いや小さい時からのその思いがきっとあるんで、うんはい、そこからバッこう走ってくれてるっていうところがあるから、いや素晴らしいなと。もう走れたのは3年前からなんですけど、ああだからそれのね、うん、そこのぐっと縮こまったこのもうエネルギーをドカンと今出してるところだ、うん、いやますますね日本にとっていいことをぜひお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ビジネスブックコレクション。稼げるコンサルタントは何よりもこの時給にこだわっています。時給とは1時間あたりにあなたがクライアントに提供した価値と言い換えてもいいでしょう。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、稼げるコンサルタント、稼げないコンサルタント。この本を書いたのは実践経営コンサルタントの柳生武智さん。1日の報酬が35万以上というトップコンサルタントの柳生さんが、年間報酬3000万円を実現するために31のヒントを書き下ろしたコンサルタントを目指す方必見の本です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。